DW レースの鈴木です。今回はダウニュース2024年3月12日時点で私が気になっている新製品であったり、今回ちょっと試験的に後半の部分で注目しているセール情報なんていうのもちょっとお送りしてみたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いのほどお願いいたします。先月から今月にあたってまたいろいろ気になる製品が発表リリースされていますけれども、まず一つ目がエイブルトンライブ12ですね。年末から発表されていましたけれども、ようやく先日リリースされたということでですね、私もちょっと早速入れてみて、まだ新機能ちょっと全部は使い切れていないんですけれども、触って楽しんでおります。で、今回のアップデートでもいろいろ新機能が追加されているんですけれども、まあ、個人的にこういいなって思ったのが、このミディ編集機能の、まずこれが改良されているよってところですね。いつもは他のソフト、私の場合ロジック使っていますけれども、ロジック使ってからライブを触るとちょっとやっぱり右のざっくり感っていったものが正直感じるところはあったんですけれども、そういった部分がどんどん狭まっていくといいなっていうふうには思いました。純粋に触っていて、で、新しいパックが追加されたよっていうのももちろんなんですけれども、アレンジメントビューでミキサーが表示できるようになったっていうのはすごく嬉しいですね。ライブを触ったことがない方にとってちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、エイブルトンライブってメインの画面が2つありまして、アレンジメントビューとセッションビューっていうんですけれども、それぞれ全然感覚が違う、目的が違う、特徴が違う画面なんですね。その中でミキサー画面がですね、セッションビューでしか表示することができなかったんですね。なんで具体的に言うと、タイムラインを見ながらミキサーを表示するってことができなかったんです。で、今回のアップデートによってアレンジメントビュー、タイムラインがある一般的な DAW ソフトの見た目に近い画面でもミキサーを表示することができるようになったというですね、これはライブを使っている方、特にアレンジメント画面を読むように使われている方にとってめちゃくちゃ大きいアップデートになるだろうなと思います。またミキサー自体も細かい部分で GUI が更新されていて、より見やすくなっていたりも実はします。そして今世の中を沸かせているのがこの類似サウンド検索機能かなと思うんですけれども、ニューラルネットワークに基づく新しい検索方法が追加され、ブラウザ内で類似するサンプル、インストゥルメントのプリセットなどを表示することができるようになりましたよと、これは誰もが欲しいというか、他の DAW ソフトもぜひ取り入れてほしいなと思うところなんでございますけれども、やっぱり DAW ソフト自体の最初から収録されているものもそうですが、何千何万というサンプルであったりプリセット音色を使いながら、その中から使用するものをいくつか探すというですね、めちゃくちゃ冷静に考えると鬼畜なことをやってるわけですね。で、その中でやっぱり全然違うカテゴリーのものっていうのもあれば、シミラン似ているものっていうのも当然あって、で、その中から似ているものだけ、例えばもう10分の1にでもなってくれたらかなり嬉しいじゃないですか。そういったことをしてくれるようになったよと。で、ブラウザ内でタグ管理ができるようになっていたりですとか、もう本当に膨大なファイルを扱う場合になくてはならない機能、こういったものをライブ12では追加されております。引き続きライブのグレードとしては3つありまして、イントロ、スタンダード、スイートという形になります。多分通常使われる方はスタンダードぐらいかなと。で、そこに対してよりいろんな音色が欲しいよとか、マックス4ライブですね、こういったものを使ってみたいなんていう方はこのスイートっていうのをお選びいただく感じになるのかなと思います。まさに私もマックス4ライブをちょっと使いたかったので、今回ライブ12のスイートに実はしておりますという感じでございました。はい、続きまして今度インストゥルメントの方に行きたいと思いますが、こちら IK マルチメディアさんのピアノバースハンブルクグランド S274 ということで、すでにニューヨークスタンウェイはリリースされていましたけれども、ハンブルク製 D274 のスタンウェイが新たに追加されたよと。これは以前から開発というか、これが出るよっていうのはアナウンスされていた製品ですので、それが出てきたという形になると思いますけれども、ピアノバースはですね、私も結構使わせていただいておりまして、これも今かなり気になっております。このピアノバース、よく商品紹介とかではこうサンプリングロボットを使って収録してるよとかいろいろあると思うんですけれども、そういったものを一個抜いたとして、純粋にピアノ音源としてめちゃくちゃ聞きやすいというか、ストーンってこう来る感じ、生々しくてすごく気持ちがいい音だと思います。今回この S274 が出たことによりっていうわけではないのかもしれませんけれども、ここまでリリースされてきたピアノバースシリーズ、そして今後発売がもうアナウンスされている製品、合計の8タイトルですかね、これをバンドルしたピアノバースマックスというタイトルがリリースされております。で、お値段がですね 47,390 円なんですね。
で一つのタイトルピアノバースってだいたいこう 15,790円、これセール価格ですね。しかも3タイトルぐらい今後買う予定があるのであれば、気になる製品があれば元が取れてしまうっていう感じの価格設定になっていて、すごく悩むみたいな感じでございます。今私はですね、ピアノバースのコンサートグランド YF3 ヤマハさんのピアノのやつですね、思っているんですが、スタンウェイはやっぱり抑えておきたいなというのが触ってみての印象だったりするので、マックスに行くかそれとも単体で買うかっていうのを結構今悩んでる状態です。今回この新タイトルが出たことによってピアノバース自体のセールも行われておりますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいという感じでしょうか。ちょっと違った視点で作られているのが UVI のオーロラです。こちらはテクスチャーピアノということで、ピアノのサウンドに対してアトモスフェリックなシンセのふわーってしたこう幻想的なサウンド、これをレイヤーすることによって印象的なトーンを作ることができるという、そういうコンセプトの製品になっております。ワールドクラスのコンサートグランドピアノの豊かで力強いサウンドが基本になっていて、さらにそこに3レイヤーのエンジンによる100以上のカスタマイズ可能なテクスチャとアトモスフィアということで、最近アトモスとかテクスチャー系の音源がいろんなメーカーからどんどん出てきているのがちょっとトレンドなのかなと思い始めているのですけれども、まあ、うちのチャンネル的に言いますと、ついこの間動画でご紹介したフラクチャーサウンズなんかもこうアトモスフェリックなサウンドが魅力のメーカーさんですけれども、結構それ以外にもですね、この方向性がいろいろ出てきているので面白いなという感じですね。まあ、劇版とかっていうのももちろんなんですけれども、ポップスとかにちょっと入れてあげるとかっていうのでも全然雰囲気が変わってきますので、まあ、ピアノというふうに捉えるとこれどう感じるのかって人によって変わってしまうと思うんですけれども、ちょっと印象的なトーンが欲しいなんていう時にぜひ注目していただけると面白いのかなと個人的には思っております。こちらお値段は129ドルとなっております。はい、続きましてここからはエフェクトセクションに入っていきたいと思います。まず3ボディテクノロジーズのセノゾイックスコンプレッサー、ちょっとこれ読みにくいところがあるのでいつも噛みそうになるんですけれども、プラグインアライアンスのサブスクの対象にもなっておりますので、サブスク入ってるよっていう方はもうダウンロードできて使えてるかと思いますが、お値段 36,190 円とですね、昨今ではかなり強気な価格設定のコンプレッサープラグインなんですが、これ私もリリースされてすぐ使いました。めちゃくちゃ面白いというか実用的ですね。ただちょっと難しいかなっていうところもあるので、パッと使えて簡単にいい音っていうよりかはこれがしたかったんだよと、でこれまで複数のツールを使うことを考えたら1個でできてめちゃくちゃ楽みたいな、そんな便利ツールになっているのかなと思います。で概要をちょっとこう簡単にご紹介していきますと、緻密に作り込まれた24種類のヴィンテージ&モダンコンプレッサースタイルがあなたの個性的なサウンドにマッチするよう的確なカスタマイズをサポートしますということで、コンプレッサータイプというところで、まあ、有名な FET とかオプトとか VCA とかっていうタイプを選ぶことができるというのがまず一つのセクション。でですね、ここですね、超高速なアタックタイムとリリースタイムは既存のコンプレッサーを使用する際に不要な歪みを引き起こす可能性があります。セノゾイックスコンプレッサーはこのような歪みの影響を回避するピークコンプレッションやサイドチェインコンプレッションの選択肢として最適です。激しいスネアのトランジェントを和らげたり、キックと一緒にパンプするベースラインを作成するために役立ちます。まあパッと見これだけんって感じだと思うんですけれども、コンプレッサー1台でダイナミクスコントロールするのって結構難しかったりすると思うんですよね。要はトランジェントのコントロールがめちゃくちゃ自由にできるよというところですね。まあその分いじるパラメーターが多いよっていうところで、ちょっとクロート向きと言ってもいいのかもわかりませんけれども、私自身もこの間トラックダウンしてる時にですね、ドラムのバスにステムに対してこれをかけていて、すごい楽でした。はい、なので気になる方はぜひチェックしてみてください。うまく使えばかなり時短してくれる、そんなプラグインになっているかと思います。はい、続きまして解剖オーディオの N ヒューズバスプロセッサーということでですね、もう見た目が全てですね、ルパートニーブデザインのマスターバストランスフォーマーと SSL ソリッドステートロジックのフュージョン、これを合体させて自由に組み合わせて使うことができるよっていうですね、まあなんとも夢のあるツールでございます。はい、これはですね、私も見て速攻で買っちゃって楽しく使っておりますって感じなんですけれども、大きく分けるとインプットサチュレーションイコライザーコンプレッサーステレオイメージャーアウトプット、このモジュールの組み合わせで構成されていて、それぞれに N タイプと F タイプ、ニーブタイプと SSL タイプが用意されているよと、こんな形でですね、もうモジュール全部をガラリと
ニーブにするんだ、SSL にするんだって変えることもできますし、サチュレーションはニーブだけれども EQ は SSL 使いたいなんていう、そういうモジュール単位での組み合わせっていうのも自由に変更することができます。また各シグナルチェーンを変更したりですとか、MS で使うなんていうのもできたりしますし、でこの解剖量自体もプラグインアライアンスに一部プラグインがあったりですとか、ディストレッサーをシミュレートしたコンプレッサーとかもかなり使いやすいメーカーなんですけれども、お値段は3万100円定価ですねのところ、今イントロプライスで 50% オフの1万5100円で購入することができるようになっております。気になる方はホームページチェックしてみてください。はい、続きまして今度毛色が変わりまして、D16 グループのシグムンド2ですね。これはディレイプラグインなんですけれども、シグムンド1、結構コアなファンが多かった印象なんですけれども、信じられないほどの音響形成の自由を提供するこれまでにないようなディレイプラグインです。4つの独立したディレイユニットから構成されており、それぞれ独自のパラメータセットを持ち、あなたのサウンドを形作る自由度を提供します。各ディレイラインにはフィルターやオーバードライブなど、補完的なモジュールが組み込まれており、フィードバックループから独立して動作します。また、ディレイライン自体をいくつかの方法で組み合わせることも可能ですということでですね、ディレイはですね、やっぱり曲作りにおいてすごく重要なエフェクトの一つだと思うんですけれども、ディレイ何使おうって悩まれている方も多いのかなと思います。で個人的にもですね、おすすめのディレイプラグインはいくつかあるんですけれども、ディレイっていくつ持っていても本当に困んないんですよね。用途がちょっとずつ違ったりしますので、そういう意味でちょっとこう音を積極的に作りたいときに、このシグムンドとかこういうディレイプラグインはおすすめできるのかなと思って今回ご紹介しております。はい、こちら価格が 17,479 円のところ、現在イントロプライス4月11日まで 14,17 円になっております。そして新製品最後なんですけれども、これどうなんだろうっていうちょっと興味があるということでですね、ちょっとカテゴリーは違う製品かなとは思うんですけれども、ちょっとピックアップしてみました。それがこのオーディオテクニカさんの ATUMX3 という製品で、 USB オーディオミキサーというですね、配信向けのミキサーといいますと某製品がもう独壇場みたいな感じだと思うんですけれども、その中でもガチでぶつけてきたというですね製品、それをオーテクさんが作られたっていうのがちょっと非常に興味深いなと。マイクロフォンメーカーが手掛けるライブ配信向け USB オーディオミキサーということで、初心者にも経験豊富なストリーマーにも最適なツールで、デスク上や外出先でも高品位なサウンドを提供しますということで、非常に使い方が簡単だよっていうことと、で入力としてはハイジに対応したステレオ入力2系統で、楽器の音とマイクの音をミックスして配信することもできるので、演奏系のライブ配信にも十分対応できるよと。で当然ループバック機能なんていうのも備えておりますと。でこの配信向け製品のやっぱ特徴としまして、このマイクミュート機能とか、ボタン一つでミュートができるよとかっていうのが、やっぱり通常の音響機器にはないそういう部分なのかなと思うんですけれども、まあ、ご覧いただいて分かる通りめちゃくちゃシンプルですよね。チャンネルごとにゲイン、まあ、インプットレベルですねとレベルがあるだけで、マイクチャンネルにはミュートスイッチがついているよと。これはあれですかね、光るんですかね、ミュートしてる時とかには。ちょっとこれ、あ、オレンジになりますね。で入力としてはキャノンが1系統と、まあ、先ほど見た通りですね、ステレオの入力とハイジー対応したインストルメント入力とで USB 2.0 接続、端子は C ですね。でお値段が 19,800 円ということで、まあ、2万円切ってるので手を出しやすいのかなという感じでございます。はい、そしてここからはですね、新たな試みセール情報というところで、今気になっているセール情報をいくつか厳選してお送りしたいと思います。今このカテゴリーってセールほぼ毎日のように何かしらやってるよという状態だったりしますので、とても全てをご紹介することは難しいので、個人的に気になったもの、自分自身で買おうか悩んでるみたいなものをご紹介してみたいなというふうに思うんですけれども、まず一つ目、やっぱり今一番注目していただきたいのがトゥントラックスーペリアドラマーのセールですね。生ドラム系だったりすると、まあ、スーペリアドラマーを選んでおくのが一番おすすめかなと個人的には思っているんですけれども、まあ、よく言われるのがお値段がちょっと手出しにくいというところだったと思うのですが、セールをしないことでも有名な音源でしたけれども、史上初って書いてるので初めてなんですかね、 25% オフになっております。で通常価格 49,500 円のところ 37,125 円に購入することができるよと。で注目したいところはこれクロスグレード版っていうのも対応しておりますので、イージドラマも今持ってるよっていう方はですね、 29,700 円で
スーペリアドラマー3にアップグレードすることができちゃいますと。まあ、スーペリアドラマーにアップグレードすることによって SDX っていう専用の拡張ライブラリも使用することができるようになりますし、いじれる音のパラメーターっていうのも一気にパコンと上がってきますので、ドラムこだわりたいよっていう方はですね、ぜひぜひこの機会にご検討いただくといいのかなと思います。はい。で、二つ目がですね、ちょっとこれ個人的にすごい悩んでるわけですね。エキサイトオーディオのカシミアチェインというプラグインなんですけれども、便利系ユーティリティですね。で、曲を作ったりミックスをする中で、ここのトラックとここのトラックに同じエフェクトをかけたい。例えばボーカルトラック二つに割ったよなんていう場合に、同じエフェクトをかけたいケースって多いと思うんですね。その場合ってエフェクトチェーン自体をコピーしたり、プラグイン単体でスロットごとにコピーしてという手順を踏むと思うんですけれども、まあそれってめんどくさいじゃないですか。あとさらにそこから出てくる可能性として、コピーした後でパラメータを変えたいなんていう時に、コピー元とコピー先2回セッティングを変更しなくちゃいけないということが出てきますよね。で、このカシミアチェインっていうのは今ご紹介したようなことが自動でできる、そういうツールになっております。なかなかこの言葉で説明するの難しいんですが、これリーダーとフォロワーっていうモードがあって、リーダーがメインのやつですね。それに対してその設定を常に追従するよっていうフォロワーモードにしておくと、プラグインの設定っていうものを常に連動して連携して同じ状態に維持してくれると。まあ、あとボーカルとかもそうですけれども、ギターで左右に振ったバッキングとか、だいたいこう同じ処理をしたいよねみたいな時にも、こういうツールは便利なのかなと思っております。で、通常価格7920円のところ、今これ 25% かな、6300円ということでですね、これはですね、時短に違いなくつながるので、買っちゃおうかなみたいな感じで考えている、悩んでるところでございます。はい、続きまして、テキベーションですね。こちらの M シリーズが現在セールが行われておりまして、単体製品ですと 50% から以上って感じですかね。50から 70% までで購入することができるんですが、一番のですね、推しとしてはですね、M バンドル。通常677ドルのところが189ドルで購入することができるよと。で、72% オフになるのですが、まあ、M シリーズっていろいろあるんですよね。個人的にも結構重宝しておりまして、特にですね、この M パンチャー、M クラリティ、まあ、それぞれトランジェントシェーパーとダイナミックレゾナンスサプレッサー、まあ、スース2みたいな感じのやつですね。なんですが、まあ、ちょっと見た目はこうシンプル系じゃないですか。なんですけれども、めちゃくちゃですね、精度が高く、やりたいことを本当に忠実にこなしてくれる、道具としてめちゃくちゃ使いやすい、そういう製品になっているかなと思います。あと、そうですね、ディエッサーとかもすごい使い勝手いいですね。というところなんですけれども、だいたいこう、通常、セールやってても1プラグイン45ドルとかなので、そう考えていくと、4つ買うんだったらもう M バンドルいっちゃった方がいいよね、みたいなところで、結構これは持っといて損しない、うん、これはおすすめしたいなと。で、まあ EQ とかコンプいくつあるんだよみたいな形になってくると思うんですけれども、結構ここは使い分けがはっきりこのテキベーションの製品に関してはしてるかなと思っていて、最近特にこう M パンチャーとかめちゃくちゃよく使えるんですけれども、他のツールだとちょっと出せない表現みたいなものが簡単に出せるんですよね。なのでそういう意味でおすすめなんですが、まあちょっとこれぜひ一回デモ版を触ってみていただけたら嬉しいなという感じでございます。後半は私がなんか悩んでるものリストみたいになっちゃっていますけれども、何かご参考いただけたら幸いでございます。このチャンネルでは今後もこういった音楽制作関連の情報であったり、実際使ってみてのレビュー、制作系の Tips なんかもお送りしておりますので、ぜひチャンネル登録や動画への高評価などもお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。